店長さん。こうやって感じがしてきましたね。では店長さん、一言だけお願いいたします。はい、お願いします。なんかつい最近警備員さんと2人で飯食う機会があって、結構酒飲んでたんですけど、僕がもうコンバーとか8回とかもうパンクールとかすごいね、かなわないわみたいなこと言ったら、ベロベロに結構言ってたんですけど、こっち食ってみて、いや、なんだかんだ言っても僕は大喜利なんで、やっぱり今度の組で楽しみにしてますって、おお、めっちゃ暑いなと思って結構今日楽しみにしてました。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。熱いコメントありがとうございます。ケビンさん、はい、その本当に怖いんですけど、はい、全部嘘です。選手だったんですけど、あー、なんか知ってましたね、お家で。で急に来る重症の一言じゃないっていう。大丈夫でした、思いましたよ。1日やって、その休んで結構良くなったんですけど、結構引きのよ、引きずるというかね、結構あと残るみたいな、大変らしいですね。はい、店長さん。すいません、水分のカードを落としてしまいました。なことされてました。とにかく面白いですね、これ。なことされてました。何があったんですか。かなり危険な大会ですけどね。命ですね。関わる本当にあるっていう、ね、競争するようなことじゃない。そうそうそう、命が危ないですよね。店長さん。OS は私は飲まない。あなたは。ところジョーさん。ケミさん。そのトイレを見た瞬間に我慢せず匂いがグッと上がるみたいな人間のシステムを利用して絶対届かない位置にポカリを。それで急に視界に入っちゃって。高度な。だね、あ、残り1分ぐらいです。今回は鉄道のさんからお題を提供いただいてるんですけど、後半、はいはい、に乗ってるんですけど、ありがたいですね。まあ、でもまた話が出てくるとは、ややこしいんで長くなっちゃうんですけど、その体があってその外側に熱の膜があって、でもその外側に自分の水分を逃がす。
で、すると理論上最短で熱中症になることができるじゃないですか。的にそうなってたわけでは本当にそれはないんですけど、限りなくそれに近づけてきたみたいな。まとまった痛いどちらかってたで終わった。はい、じゃあ、そう、ケミさん。おー、じゃあもっと熱中症になりて、お、アスファルトのちょっと上にアスファルトがある空間だ。おー、俺の年かもしれん。では行きましょう。向かって左、警備員さんが良かった方。一言。バチ当たりましたね、やっぱり。何かウソをついたんで。ありがとうございます。じゃあ、ケビンさん、一言。いや、はい、そうですね、最初ちょっと本当に一番嫌な状況で始まった。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。